エログロ。エログロとは、エロチックとグロテスクを足して作られた和製英語。エロチックで、グロテスクなこと。言葉としては、エロティシズムとグロテスクを並し記している通り、高尚な芸術と違って、双方でこの方向性の刺激を優先したような作品について形容する。例としては、ホラー映画などで恐怖シーンは、おざなりなのに、 スプラッタ描写とセックスシーンを売りにしている作品は、エログロと呼ばれる。日本では、平安時代初期から、遠足図、遠足図、遅く図、または、遅く図の絵、遅く図の絵と呼ばれる、性的題材を描いた絵画があったとされている。室町時代から、江戸時代にかけては、春画と呼ばれる、主に男女間の性愛を描いた浮世絵が広く流行した。出回った春画は、 高い芸術性を誇ったが、性教育のためか、性文化の追求か、はたまた思想、宗教的意味合いがあったのか、目的がよくわかっていない。どういう人たちに需要があり、なぜ高い技術が要求されたか、今後の研究課題とも言える。現代においては、春画は芸術作品、エロピカとして、社会的に高く評価されており、法的には、 歪説出版物としての扱いは受けていない。ただし、表現の自主規制は行われている。近代日本におけるエログロ文化の潮流は、対デでもラらし期のエログロナンセンス文化まで遡る。この時代を代表する雑誌に、梅原北名のグロテスク1928年から1931年刊行がある。この雑誌は幾度となく当局による 発禁処分を受けたが、その度発行書を変えて発行された。太平洋戦争終結後、出版自由化を機に、カストリ雑誌と呼ばれる大衆向け娯楽雑誌のブームが起こる。これらの雑誌は粗悪な再生誌に印刷された、低俗な安物雑誌で3号程度で休館する、典型的な3号像も多く、戦後の混乱の中、カストリ雑誌のブームは1950年頃まで続いた。 また、雑誌の内容は安直で戦場的なものが多く、エロ、性、性風俗、グロ、猟奇、犯罪で特徴を付けられる。具体的には、赤線などの色町探訪記事、猟奇事件記事、性生活告白記事、ポルノ小説などのほか、性的興奮を煽る女性の写真や写し絵が掲載された。1960年代には、ピンク映画が登場し、ブームとなる。これは、 テレビの普及によって映画館の観客動員数の減少したことに対抗した映画関係者がテレビでは実現できないことを標榜したのに起因する。代表作品としては石井テルオが東映ポルの異常性愛路線の一環で発表した徳川女系図1968年徳川女系伐九1968年異常性愛記録破連地1969年 徳川入れ寿司攻め地獄、1969年などの作品がある。また、ホラー映画における、エログロの先駆的作品に、江戸川乱歩原作の、江戸川乱歩全宗恐怖系人間、1969年が挙げられる。また、エログロを全面に押し出した、アダルトアニメの先駆的作品としては、東京テレビ動画が制作した、谷岡康次原作の劇場用作品、 ヤスジのポルノラマやっちまえ。1971年がある。1980年代以降の映画界において、エログロスプラッタバイオレンス系の映像作品を得意とする映画監督には、そのコーン、白石明氏、松村勝次がいる。後に、エログロやキッチュさを全面的に押し出した、これら邦画作品は、モンド映画に習って和製モンドと呼ばれるようになる。 一方で、客足が伸び悩み、映画制作自体が困難になった日活は、エロ路線を全面に押し出した日活ロマンポルノによって、経営危機を乗り越えた。ロマンポルノは1971年11月に、団地妻昼下がりのジョージ、白川和子主演でスタートし、映画社曜日の日活を支え、ロマンポルノは20年以上続く人気シリーズとなった。 ロマンポルノは量産の必要があったため、若い監督を数多く起用。映画一本あたりの上映時間や、エロシーンの回数などの基本ルール以外は、あまり制約がなかったことから、結果的に実験的であったり、作家性を打ち出した作品も生まれた。そのため、日活ロマンポルノでキャリアをスタートさせたり、頭角を表した映画監督は多い。また、ロマンポルノ出身の女優が、 テレビでも活躍するようになり、多くのスターが生まれた。芸能界へのステップと考える女優も少なくなかった。成人向け漫画などのサブカルチャーにおいては、SM、金幕、豪冠、士官、重冠、カニバリズムスカトロジー、触手攻め、拡張プレイ、異物挿入、身体欠損、腹ませ、虫攻めなどの性的盗作描写、エログロ、あるいは鬼畜系に相当する。 このように成人向け漫画の世界で自分の世界を築き上げる作家も多く、もちろん性的描写を避けては描けない世界というものもある。また一つには性的描写が必須であることを除けば、それ以外の表現はむしろ一般の雑誌より制約の少ない舞台であり、その自由度の高さから作家独自の思考によって得意とも言える表現が追求され、一般誌では 経済不可能な作風を実現する作家もいる。代表的なエログロ漫画家に、丸尾末広、花輪和イ平口博美、佐伯敏夫、三条、智美、恵比寿義一、根本隆山野はじめ、早見淳、山本直樹、漫画太郎、滋賀川イフトシ、町の変丸、堀骨再三、町が開く、玉木勉強、砂村、広明、前田俊夫、大越光太郎、 後新太郎などがいる。また、1984年に発表された、丸尾末広の少女、椿はエログロに幻想的、怪奇的な世界観交え独自の世界観を表し、カルトな作風ながら今もなお根強い人気を持つ。一方で、漫画家の長い号は1970年代前半に、複数のメジャー少年誌で大胆な性描写やエログロを含むストーリーを展開し、 教育委員会に休断されるなどの社会問題に至った事例もある。日本独自のエログロ文化である職種攻めは国内において1982年の SF ホラー映画優勢からの物体 X の公開以降、前田敏夫などの漫画、菊池秀行などの小説、クリームレモン SF 超次元伝説、ラル、SF 新世紀、レンズマンなどのアニメ、 またアダルトゲームに職種描写が取り入れられ定番の表現の一つとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。